ストーリーが楽しめます。悩める主人公をうまく操ってシンプルな。それではキャサリンフルボディの世界をゆったりとご堪能ください。やっぱり赤はフルボディね。あら、夜空が満天の輝きに満ちる頃、素敵な物語をあなたと。皆さんこんばんは。ゴールデンプレイシアタースペシャルへようこそ。初めましての方もいらっしゃるのかしら。改めまして、案内役は私、ミッドナイトヴィーナスこと石田ルーです。ところで皆さんはこんな怖い噂をご存知？夜落ちる夢を見た時、すぐに眠りから目覚めなければそのまま実際に死んでしまう。今宵ご紹介するキャサリンフルボディは、新たに生まれ変わった異色の恋愛ホラー作品。ある呪いに取り憑かれた男の恐怖と波乱の数日間を堪能していただきます。あら、キャサリンもそうだったって？言ったでしょ、今作はキャサリンフルボディ。このワインのように熟成され、重厚で官能的な仕上がりになっているわ。物語の主人公はヴィンセント・ブルックス、32歳。彼とても真面目で優しい男なんだけど、ある日恐ろしい悪夢を見始めてしまうんです。そして彼に襲いかかる誘惑の嵐。そんな中、さらなる人物が現れるの。この子とってもキュートなんだけど、どこか少し変わっているみたい。いや、なんだかとんでもない修羅場が待っていそうだわ。果たして彼、この人生の超山場を越えられるのかしら。もしかしたらどこかで新たな扉が開いてしまうかもしれないわね。全ての結末はテレビの前のあなた次第。さあ、お待たせしました。いよいよ始まります。複雑な人生のマリアージュ、たっぷりとご堪能ください。それでは皆さん、また後でお会いしましょうね。
yo yo yeah yo 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 夢でカンソルシー One two three get soaked in my sheets これは現実それが dream 混ざる蜜とのこんなクリーン繋がる仕組みは end to end 人との関係は end to end 原点とゴム結ぶ点と点あとはセンスで決まる運命の運命Just like aFight, 時間はないぜ兄弟踏み外せば兄弟そんな正体登れるどこまで登ろうか後戻りはできないこの後悔ビッグなハウスにビッグなカーがなくても案外引っかかる押したり引ったりして落とせる頂上目指してやつ止めマジかよ。セーフティーでは制限時間で足場が崩れないので安心してじっくり考えることができるぞ。よっと。石を動かして足場にするんだ。一段ずつなら登れるだろう。動かすったってどうすりゃいいんだよ。この世界に存在する石は丸ボタンで掴んで方向キーで押し引きすることができる。動かせる石と動かせない石が存在するので、まずはいろいろ試してみよう。石の動かし方を間違ったときは L1 ボタンでアンドゥーすればやり直せるぞ。さらにセーフティーでは自動操作で登ってくれるオートプレイが使える。どうしても進めないときは R1 ボタンでオートプレイを使ってみよう。よし、よし、ゲット。ふっ、よっ、よし、ゲット。と、よし、ゲット。ら、は、よし、ゲット。ふっと、ふっ、ら、よし、ゲット。よし、ゲット。ふっと、は、よし。その石には妙な癖がある。変だけで下の石とつながるんだ。変だけ？つながる？石は真下に何もなくても下の段の石と変だけでつながって落ちなくなる。石を変でつなげて階段を作ることが全てのアクションの基本になる。一段ずつ上に登れるルートを作ってゴールを目指そう。よし、ゲット。よし、ゲット。アンドゥ、アンドゥ。
ていうかこれ何が鳴ってんだよ。お互い生き延びられたらまた後で会おう。おい待ってくれよ。鐘の音が聞こえたらゴールはもうすぐだ。画面左に表示されるマップを見ればゴールまでの距離がわかるぞ。さらにセーフティーではゴールしなくてもスキップで先に進めることができる。どうしてもゴールできないときはポーズメニューにあるスキップを使ってみよう。よし、ゲット。よし、ゲット。出れるってことか。墓地からの見事な脱出劇だった。さあ、新しいゲームの始まりだ。せっかくなら次からは扉の先にとびっきり面白いものを用意してあげよう。明日の夜、再会が楽しみだね。ねえ、聞いてる？ねえ、ってば。ちょっと、聞いてんの？ああ、うん。なんか疲れているみたいだけど、大丈夫？さっきからぼーっとしてるし。ああ、ごめん。仕事朝からだったから。暮らしの若い男性がまるで高齢者の孤独死のような状況で発見されたこの事件、詳しい死因はまだ特定できておらず、警察では事件と事故の両面から捜査するとしています。なお警察は始まってるから。おい、さあビール2つで。はい。キャサリンさん、最近やたら親が電話してくるって言ってね。何も気にしてないって言ったんだ。ウェザーだろって普通ねえ先輩。それってどうなの？つうか先輩はまた当たっちゃってくださいよ。いいって嫌なんだよ。ああいうの。あ、それって結婚しろって意味じゃないの？あれ？え？うわ！うわ！よっ。おい、大丈夫か？君、家は？なあ、君、あ、名前は？リン。リンっていうのか？で、誰のことでしょう？壊滅的だったな。そういうこと言わないの。
一生懸命弾いてるんだからさ。ヴィンセントさん、ピアノどうでしたか？うん、まあその良かったぞ。ほら、やる気が感じられて。ありがとうございます。イメージではもっとパラランって感じで弾けると思ったんですけど。気にすんなって。誰だって最初からうまくいくわけじゃねえ。そうですよね。頑張って練習します。その前にこのバー潰れるんじゃないですか。ぐたっ。じゃあまた後で。お、まあ人間誰でも欠点はあるもんさ。つか、あんだけ見た目が可愛いきゃあとはどうでもいいだろう。それにしてもなんすか、変な奴に追われた美少女とぶつかるって。そんな安いドラマみたいな話ありえなくないすか。あったんだからしょうがねえだろう。彼女マジで記憶ないのか。エリカがあの子連れてったんだろう。医者はなんて。特に異常なし、一過性のもんじゃないかってさ。ピアノを弾きたいってこと以外何も覚えてないみたいよ。で、ヴィンセントのお隣さんになったって。ああ、隣が引っ越したばっかで相手だからな。手出すなよバカ。そういう目で見ねえよ。こっちはおっさんだぜ。にしても助かったよ、お前らが協力してくれて。ね、バーで働いてもらうっての明暗だったでしょ。ここなら私やあんたたちもいるし、逆に警官だっているもの。追われてたってんなら人目があった方が安心だしな。まあ。エリカ、あの子雇ってもらえたみたいだな。記憶ないのに放り出せないでしょ。素性は謎だけど悪い子じゃなさそうだし、ジョニーも言ってたけど、あの子なんか危なっかしいっていうか、ほっとけないわ。追われてたとか言うし。っていうか誰に、なんで追われてたのよ。それが全然わかんねえみたいでさ。そんなことある。ちょっとよく聞いといてよ。あれから何もないか。はい、大丈夫みたいです。あの、ありがとうございます、助けてもらって。それから部屋も仕事も何も覚えてなくて、あの時本当に怖かったので、優しい人に会えてよかったです。よせって、ただの成り行きだよ。それでもヴィンセントさんは命の恩人です。ヴィンセントさんのためにも明日からここで一生懸命働きますね。You got a mail. バーでは時折携帯電話に着信があるぞ。一部のメールには返信も可能だ。早速試してみよう。発言したり行動したりすると謎のメーターが現れ、針が動くことがある。何を意味するかはまだ秘密だが、ヴィンセントの発言や行動は結末に影響する。覚えておこう。いずれとは思ってたけど、仕事変わったばっかだし苦労はかけたくないよな。
急に親の話とかって彼女らしくないよな。 You got a mail。 私だけど。ああ、何？今日さ、夕方で切り上げちゃったでしょ。私の都合だし、その謝っとこうかなって。なんだ、そんなことか。そんなことって何よ。残念じゃなかったわけ？いや、別にそうは。もういい。かけて損した。おやすみ。あんま遅くまで飲んでちゃダメよ。アンケート調査の結果、理想の相手に何を求めるかという質問に対して容姿、性格の他に声と答えた方も意外に多く。そんな調査結果を踏まえての質問です。もしこんな声をしてる女の子に迫られたら思わずコロッと言っちゃうという理想の声のタイプを選んでください。もうこんな時間か。あんた大丈夫か？しっかりしろ。とにかく正気に戻って。こんなところでも他人の心配とは、見上げた人格者じゃないか君。そうだ、そんな君には油田をやろう。油田？おっと、いつもの癖が忘れてくれたまえ。君も早く生きたまえ。ここにいては死んでしまうよ。次使っ
でみたいですね。私たち技を検討してます。生き残るための鍵ですよ。私たち技を検討してます。生き残るための鍵ですよ。こんな登り方も俺が見つけた技を教えてやろうか。ああ、ぜひ頼むよ。よし、俺のひらめいた技だからな。ピラミッドについて説明をしよう。登りたい高さと同じ数の石を引いていくのだ。ピラミッドのように足場を作る基本アクションをまずは身につけよう。どうだ、グレートだろう。それだけじゃ厳しいと思います。こんな技も覚えないと。スライドについて説明をしよう。石を縦に並べて引いたら、次は下の石を横にずらすのだ。辺の特徴を利用した一連の基本アクションを覚えよう。辺と辺でくっつく仕組みを利用すれば、狭い足場でも急いで階段が作れるのだ。おお、あんたすげえな。どうだい、知らなかったよな。いや、とにかく俺が言いたいのは、運任せに動かしたら終わりってことだぜ。分かってますよ。雑誌記者の勘が騒ぐというか、この危険な石登り、おそらくかなりの技が潜んでそうです。かなりの技が潜んでるか。どんだけ見つけられるかが鍵ってことだな。オーケー、見つけたらすぐ俺に教えろよ。これは命令だからな。誰かいるのか。クソ、窓の中よく見えねえ。そっちの部屋、誰かいるんだろう。まずは座りなよ。久しぶり。いや、ここでは初めましてか。お前誰だ。管理者とでも言っておこうか。この新たな悪夢の世界のね。しかし変化の気配が強くなったな。あんた向こうの世界で何をしたんだい。まあいい。どのみちあんたたち子羊はここで死ぬ運命にある。は？ふざけんな。でも殺す前に命の価値を確かめたい。だから質問に答えてもらうよ。第1問です。あなたが恋人に求めるものは何ですか。自分の気持ちに近いと思う方のロープを引いてみてね。そっちか。ちょっと意外だな。何者なんだ。全部お前の仕業なのか。言ったろ、僕はあくまで管理者だ。あんたをここへ落とした奴は別にいる。ちなみにあんたの知ってる人だ。みんな腹の中では何を考えているか分かったもんじゃない。真相を知りたければ生き残り考えるといい。あんたの周りで何が起きているのかを。じゃあ次の試練に向かおうか。うわあ！何なんだよ今度は一体。Grudge has appeared. It's betrayal. Do not die.
と、よしよし、よし、ゲット、よし、ゲット、ふっと、よし、ふっ、よし、ゲット、よし、よよ、ふっ、よし、ゲット、ふっと、よし、ゲット。ゲットした羽を使うと、周囲の石をすべて普通の石に変えることができる。邪魔なひび割れた石や動かせない石を消し去ることができるぞ。ふっと、ふっ、よ、よし、ゲット、ふっと、よし、ゲット、ドン、よし、よし、ドン、ドン、ドン、よし、ゲット、よし、ゲット、ようやくか、あと少しだ、よし、ゲット、よし、ゲット、よし、くっちまえ、よし、よし、ゲット、よし、ついた、ってことだよな。よっしゃ、おめでとう。これで第二階層罪人監獄は終わりだ。今夜もなんとか乗り切ったみたいだね。明日の夜また会えるのを楽しみにしてるよ。昨日の約束通り、あんたに面白いものを見せてあげるよ。これは遥か昔のこと。あんたが幸せってやつを感じてた頃の思い出さ。今日ごめんね、ベーコン真っ黒で苦かったでしょ。あれくらいカリッカリの方がうまいって。仕事忙しいんだろ、大丈夫か？平気。中出てきたでしょう。野菜食べてよね。ケチャップならたっぷりかけてるぜ。あれ野菜じゃないから。だったら、いや、ちょっと、もう一度運動すれば痩せるだろう。まあ。美しい思い出に少しは気が晴れたかい？自分が何を手放そうとしてるのかよく考えるといい。続きは明日だ。あんたが生きてたらの話だけどね。
まさか。おい、レイ、いるのか。大丈夫か。ヴィンセントさん、おはようございます。リン、体は大丈夫か。なんともないです。